はい、こんにちは、ポロです、今日も音声を聞いていただきありがとうございます、今日のテーマはですね、自分を知ることの重要性についてお話していきたいと思います。自分という存在はですね、分かっているようで全然分かっていないことが多いんですけど、僕自身もですね、本当にこう自分のことを、正確に理解してない部分が多いなって、最近特に思うんですよね。やっぱり自分ってこう客観的に見ることができないじゃないですか。自分はこういう人間だっていうふうに思ってたとしても、それって自分の主観を通して見てるものだから、結構間違ってることって多いんですよね。人間がですね、唯一、実物を見ることができないのは自分なんですよね。鏡とか、あるいは写真とか映像で自分の姿を確認することができたとしても、それって実物じゃないですよね。だから自分っていう存在のっていうのは、見えないものなんですよね。だからこそ、非常に、理解するのが難しいというか、正確にですね、自分のことを把握するのが、困難であるということなんですよね。で、うまくいかない時とか、うまくいかない人ってやっぱりね、いると思うんですけど、間違い探しなんですよね。成功するかどうかっていうのは。だから今やってることの何かが間違ってるから、うまくいかないとか成功しないっていうことなんですよ。だからその間違いを見つけることができればですね、それを修正すればうまくいくっていうことなんですけど、その間違いになかなか気づかないんですね、自分自身では。っていうのはやっぱりこう自分のね、自己把握が正確にできていないというか、やっぱりこう、なんていうんですか、こう主観を通して自分自身を見ているので、実際の自分とずれているとか、結構その自分に都合よく解釈していることってあると思うんですよ。自分はこういう人間だっていうふうに思ってるけども、それは実際はそうなんじゃなくて、こういう人間でありたいみたいなふうに思ってる。で、その主観を通して自分を把握してるから、都合のいいように解釈して、実はそうじゃないのにそういうふうに思い込んでるみたいなことがあるわけですよ。孫子の兵法にですね、敵を知り己を知れば百戦危うからずっていう言葉がありますけど、ビジネスの世界でもね、こうライバルリサーチみたいな、他人を研究したりとかってあると思うんですけど、やっぱり自己分析も同じぐらい重要なんですよね。敵のことを知っていても自分のことを知らなければ、やっぱりですね、こう、勝ち抜くことはできないというか、勝ち負けが全てではないんですけど、やっぱり成功するためには自分のことを知っておかないといけないと思うんですよ。例えば何かこう勉強する場合、自己投資をねして勉強することがあると思うんですけど、自分のことを理解していないと何を勉強すればいいかわからないじゃないですか。だから世の中で流行っている、なんとなく今こういうものが売れてますよみたいなものを買ってしまったりするんですけど、それって自分に必要なかったりするんですよね。例えばこれから起業したいみたいな人がいたときに、当然ね、いろんなことを学んでいかないといけないじゃないですか。でもこれから起業 したいと思っている人にもかかわらず、なぜかこうチームマネージメントみたいなことを学んでしまったりするわけですよ。でもそれって今の自分には必要ないじゃないですか。ゆくゆくは必要になるかもしれないけども、今の自分には特に必要はないと。でもやっぱりそういうね、商品とかを見てしまうと、ついつい欲しくなって買ってしまうんですよね。で、そういうものに勉強の時間を費やすわけですけど、結局それは何の役にも立たないみたいなことになってしまうわけですよ。なぜそういうことが起こるかっていうと、自分のことを正しく理解できていないからっていうことが原因なんですよね。なので、このいかにこう自分のことを理解するかっていうことは、やっぱり成功にも大きく関わってくるんですよ。コーチとかね、コンサルとかっていう職業がありますけど、ああいう職業っていうのは、その間違いに気づかせてくれる職業なんですよね。自分自身では気づくことのできない間違いを教えてくれるからこそ、ブレイクスルーが起こるっていうことですけど、コンサルなんかはね、直接ノウハウを、レクチャーしたりとかね、そういうこともあると思うんですけど、何かノウハウを教えるだけっていうのでは本来は価値がないんですよ。っていうのは、自分で考える力が身につかないからなんですよね。より一層依存させて、テイカーにしてしまうみたいな風になっちゃうわけですよ。例えばこう、受験で、じゃあ何でもいいですけど、例えば数学の勉強してるとしますよね。で、
まあ、依存させるタイプの人ってどういう人かっていうと、要するに家庭教師みたいな存在で、もう答えを教えてくれる人ですよ。要するにこの問題の答えはこれだよっていうふうに言うと、まあ答えはわかるけども、自分でこう頭で考えて問題を解くっていう能力が身につかないじゃないですか。だから結局その場はうまくいったとしても、その後にうまくいかなくなるんですよね。これからまただっていろんな別の問題が起こってきたりとかするわけじゃないですか。その時に自分の頭で考える能力が身についていないから、結局ダメになってしまうみたいなふうになるわけですけど、一番価値があることは、まあその本人に気づかせてあげるっていうことなんですよね。まあそれが自分でできるのが一番ベストなんですけど、自分のことを正しく理解していれば、自分が今やってることの、まあ、何が間違ってるのかってこともわかるじゃないですか。でも往々にして、まあ、自分自身っていう存在は間違って認識しているというか、正しく理解できていないことが多いから、自分はこれをやっていて、これがね正しいんだっていうふうに思っていたとしても、実際はそうじゃないみたいなことがいっぱいあるわけですよ。だから普段から、まあ、自分のことをよく観察してですね、自分はどういうタイプなんだろうとか、どういうものに心が動いたりとか、どういうものに向いているかとかっていうことをしっかりと理解しておかないと、そのボトルネックが見つからないんですね。これが一番本当にこう問題というかだと思うんですよ。そのボトルネックさえ解消してしまえば一気にブレイクスルーが起こるんですけど、そのボトルネックが何なのかっていうのが分からないんですね。自分だといろいろ試して、まあ、人並み以上に努力していろいろね、やってるにもかかわらず、まあ、思うような結果が出ていない。それはその人の努力量が足りないわけじゃなくて、何かしらちょっと間違っていることがあるから結果につながらないっていうことだと思うんですよ。普通に考えたらね、こうやればやるほど、まあ、努力して、いろいろねこう自分のことを高めていけばいくほど、まあ、それに比例して成果も出てくるようになるじゃないですか。でもなかなかそういうのが見られないっていうことであると、やっぱり、どこか何かしらが間違っているわけなんですよ。でもその間違いっていうのが、要するにボトルネックと呼ばれるものなんですけど、それが何だかわからないんですね。だからこそすごく、まあ、辛くなってしまうわけですけど、まあそういうね、お金を使う余裕がある人はやっぱり第三者にですねお願いして、自分のその間違っているポイントを見つけてもらうとかっていうこともすごく大事だと思いますし、そうじゃない場合は、まあ、一回自分のことをね本当に見つめ直す時間を取って、まあ、自分はどういう人間で今何をやっていて、ね、どういう適性があってとかね、そういうものを全部こう見てみるのがいいと思うんですよ。まあいろいろねやってみることももちろん大事なんですけど、やっぱりただやってるだけ、 PDCA サイクルってあるじゃないですか。プラン、ドゥ、チェック、アクションでしたっけ。そのドゥで止まってる人、僕も本当にそういうタイプだったんですけど、プラン、ドゥでも本当に思いついたらすぐ行動するんですよ。でも行動するけど、その後にこう何ですか、チェックというか、そこの検証をしない、そしてまた思いついたことを次々やっていくみたいな感じになるから、なんていうんですか、ハマればうまくいくけど、ハマらない時は全然うまくいかないみたいな、でも行動はめちゃくちゃしてるみたいなパターンに陥っちゃうんですよね。でもやっぱり自分自身のことを見つめ直すっていうね、その PDCA サイクルでいうのは C の部分、ちゃんとね自分のことをこう何度も見つめ直してやるっていうことがすごく、まあ、鍵になってくると思うんですよ。まあなので、例えば今猛烈にね勉強してるとか、まあ、猛烈に行動しているにもかかわらず、なんか全然ねもう期待以下とかいうか、もう全然結果が出てないみたいな状態だったとしたら、ひょっとしたらねそのボトルネックが大きなね問題を抱えているかもしれないので、ちょっとね自分のことを、まあ、しっかりと理解する時間を取って、何がボトルネックなのかっていうのを考えてみるのもいいと思うんですよ。まあ僕もね本当に行動してないと、なんか何ですか、不安になるというか、ちょっとこう罪悪感を感じるタイプの人間なので、なんかこうゆっくりとね、物事を考えるって時間を取るのが結構難しかったりするんですけど、まあ、そういう人もですね、ぜひちょっと時間ね15分でも30分でもいいんで取って、まあ、自分自身についてね一度、まあ、考えるようにしてみてください。はい、では今日の音声は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。